朝のこの時間は新潮社のニュースサイトデイリー新潮編集長塩見浩さんにお話を聞きます。塩見さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。塩見さんにはいつもですね、週刊新潮の編集部デスクという立場でお話聞いていますが、塩見さん、デイリー新潮編集長という肩書きもお持ちだったんですね。そうなんですね、まあ、兼務といいますか、まあ、雑誌とネット、まあ、両方やれということなんですよね。やれっていう今の言い方が、はい、どうでしょう、少し本音が混じっちゃいましたかね。ただですね、最近インターネットやツイッターなどでデイリー新潮の記事ってよく見かけます。塩見さん、アクセス数かなり伸びてるんじゃないですか。週刊誌に比べて、まあ、確かにデイリー新潮のアクセス数はまあかなり伸びてますね。デイリー新潮、基本的に週刊新潮に掲載されるネタをネットで紹介しているサイト、塩見さん、こういうご理解でよろしいですか。そうですね、週刊新潮に掲載される記事をまあ発売前に読むことができたり、まあ、それから週刊新潮には載ってないですね、オリジナル の原稿もかなり載っておりますので、ぜひデイリー新潮で検索をしてですね、はい、サイトの方をご覧いただけたらというふうに思います、はい、では塩見さんが編集長を務めているデイリー新潮から今朝は2つの記事を紹介します。まずこちら、眞子さまのご結婚が皇室に残す禍根、明らかになった天皇陛下と秋篠宮さまのすれ違いとは。今週火曜、秋篠宮家の長女眞子さんと小室圭さんが結婚し記者会見を行いました。2人の結婚で天皇陛下と秋篠宮殿下との間に距離ができてしまった、こういうことですか。塩見さん、どうもそうらしいんです、ね。さすがに眞子さんと小室圭さんの結婚問題が皇室に落とした影はあまりに大きかったという声が宮内庁関係者の間で、あちこちから、聞こえてきています、はい。と言いますのも、本来ならば、宮家の家庭問題だったはずの一件が、この4年の間にですね、皇室全体に、波及してしまったわけですね。はい。当然眞子さん結婚問題で、ご心労を重ねられたのは平成の時代に婚約のご再開をなさった上皇様、はい、そして初孫の眞子さまにことのほか目をかけてこられた上皇后様ですね、はい、さらには天皇皇后両陛下もまた眞子さんの結婚問題をひたすら案じてこられました、ある宮内庁関係者は新しい時代の幕開けから1年と経たずにですね、コロナ禍に見舞われた皇室にあって両陛下は国民の暮らしに絶えずお心を寄せられてきましたと、はい、合わせて折からの結婚問題が暗礁に乗り上げていたのですから、心中は察するにあまりありますと両陛下のお気持ちを代弁してくれました、はい。小室さんの皇室への、理解やですね、佳代さんの行状について眉を潜めてきた皇族の方も、少なからずいたようでして、はい、皇室内でお二人の結婚を歓迎する声というのは、あまり聞かれなかったようですね。そうだったんですね、はい。で、記事にある天皇陛下と秋篠宮様とのすれ違いというのは、これはどういうものなんでしょう。はい、今回の一件で天皇陛下と秋篠宮様のすれ違いが、垣間見えたのがですね、眞子さまの結婚の儀式がすべて取りやめになった件に関してだったそうです。はい。はい、一般の結納にあたる納采の儀やですね、配偶者の使者が結婚式の日取りを伝えます国旗の儀などは、秋篠宮家と小室家との行事になるわけですけども、はい、それ以外に陛下の儀式として取り行われます賢所皇霊殿神殿に謁するの儀というのがありまして、これですとか、最後のお別れをなさる朝見の儀が、予定されていました、はい。ところが、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀はですね、今回正式な天井での参拝ではなく、眞子さまが洋装で定常から参拝なさる形に簡素化されまして、朝見の儀も取りやめになる代わりにですね、こちらも眞子さまが私的に参拝しまして、両陛下にご挨拶される形にこれ変更されたんですよね。そうなんですね、はい。これらの儀式につきまして、秋篠宮さまは、一貫してですね、皇族としての結婚は不可というお考えに、理解を記されていたんですけれども、
ども、陛下は実は朝見の儀を取り行いたいとのご意向でいらっしゃいました。はい、はい、それは現在の状況はまあさておきですね、遠い将来もし何らかの形で眞子さまが皇室に携わるような機会があった場合にですね、正式なご挨拶を経ていれば、まあ、ご本人としてもまあ心安いということだろうと、まあ、そうしたお示しからだったわけですけれども、はい、にもかかわらず朝見の儀が見送られてしまったことで、まあ、陛下と秋篠宮さまの間でこう意見の相違がこう生まれてしまったわけですね。ということはですね、天皇陛下は眞子さんが最後のお別れをなさる朝見の儀だけは行いたかったにもかかわらず、はい、秋篠宮さまのこのご意思で朝見の儀が行われなかったことで、まあ、ここですれ違いが生じてしまったってことなんですかね。そういうことですね。国民感情も踏まえまして、はい、まあ、一切の皇族としての儀式を行わない秋篠宮さまのこうご判断もまあ理解できます、はい、その一方で秋篠宮様が、まあ、先々までこう見越されたですね、陛下の深いお考えをご自身の一存で、まあ、無にしてしまわれたということで、はい、まあ、皇室における不協和音がですね、こう生まれてしまったわけですね、はい、一応令和皇室におきまして、真っ先に陛下をお支えしなければならないお立場の、まあ、皇嗣殿下が秋篠宮様のお立場であるわけですけれども、その秋篠宮様が、まあ、あろうことが陛下のご意向と反対の結果を招いてしまわれたということになってしまったというわけですよね、はい、もちろん秋篠宮様には陛下を巻き込んでご迷惑をかけたくないというこうお考えがあったのかもしれませんが、まあ、であればなおのこと、まあ、陛下と密にコミュニケーションをお取りになるべきだったのではという意見も皇室のほうがあるそうですね。そういう意見もあるってことなんですね、はい、まあ、いろいろと秋篠宮様も皇族としてのお立場、あと親としてのこのお気持ちっていうのがありますからね、はい、難しいですよね。ご苦労あったんですね、はい。さあ、それではですね、デイリー新潮に掲載されている2つ目の記事紹介、こちら。無免許当て逃げで雲隠れ、年収2000万円、木下富美子都議を辞めさせるたった一つの方法。無免許運転で人身事故を起こし、議会を欠席し続けている木下富美子都議会議員に対して批判が殺到しています。この問題、塩見さん、改めて教えていただけますか。はい、問題になっている木下富美子都議は、2017年の都議選に地域政党都民ファーストの会の公認候補として出馬しまして、はい、トップ当選を果たし、今年7月4日投開票の都議選で再選しました、はい、ところがですね、再選を果たした翌日、無免許運転で人身事故を起こしていたことが発覚しました、はい、都民ファーストの会は、まあ、直ちに除名処分に踏み切ったんですけれども、まあ、木下都議は7月6日の当選証書授与式にも、まあ、姿を見せることなくですね、4ヶ月近くも雲隠れ状態が、まあ、続いているわけですよね。いや、清水さん、都議としてのこの4ヶ月の雲隠れってのは、はい、これはさすがにありえないと思うんですよね。で、都議会は7月23日と9月28日に木下富美子都議のこの辞職勧告決議というのを可決してます。で、10月4日には定例会の会期末であります、この10月13日までに議長室に出向くことを求める召喚状というのを送ったんですが、まあ、こちらについてもですね、木下都議は体調不良を理由に欠席をしたと。塩見さん、はい、木下都議、このまま辞めずにやり過ごすつもりなのか、どうなんでしょう。まあ、すでにですね、木下都議に対する苦情とか抗議ですね、はい、これはおよそ2000件に上っておりまして、議員辞職を求める声も、まあ、相次いでおりますが、木下都議自身は、まあ、自ら辞めることはないだろうという見方が根強いんですよね、はい。まあ、一方で木下都議は、まあ、都議として月額81万7600円の議員報酬にですね、政務活動費として月額50万円が、まあ、プラスして支給されてます、はい。まあ、このまま10月末を迎えれば、この雲隠れしている4ヶ月間だけでも528万円がまあ支給されることになるので、まあ、さらにこのまま12月1日に都議として在籍した場合にはですね、
205万円のボーナスも、ボーナスもあるんですか。はい、あの木下都議の手に渡るそうです。まあ、もちろんこれらはすべて税金からこれ支給されるわけですけど、ですよね、はい、これその都議会が彼女を強制的に辞職させることってのはできないんですか。もちろんですね、あの一部会派からあの地方自治法に基づく懲罰を求める声が上がってるんですね。あの戒告陳謝出席停止、除名の、まあ、4種類がある懲罰で、最も重い除名処分は、まあ、本会議に3分の2以上の議員が出席しまして、4分の3以上の賛成で成立します。あ、成立する、はい、はいはい、あの現在の状況を考えますと、木下都議 の、 あの除名イコール失職は、まあ、可能のように思われるんですけれども、木下都議の無免許運転のこれ事故というのは、懲罰の対象となるですね、議会活動とは異なるために除名処分の道は容易ではないというのが実情だそうです。そうなんですか、はい、都議会の関係者によりますと、過去には除名処分は、まあ、これ不当だと言ってですね、裁判で争って勝訴を勝ち取った地方議員というのもおりまして、木下都議が体調不良の診断書を提出するなどして欠席を続けた場合ですね、はい、まあ、処分への道はまあ険しいって、なかなか難しいということらしいんですね。そうですか。でも塩見さん、木下都議これだけ批判されてます、はい、まあ、先ほど抗議が2000件と、ね、いうふうにおっしゃいましたけど、はい、どうしてご本人辞めませんかね。あの木下都議 の、 あの地元のですね、板橋区の関係者にあの聞いてみましたところですね、木下都議は書類送検されたこと自体はまあ重く見ているので、まあ、その結果を見てから判断しようとしているのではないかというふうに言ってました。ほうほう。と言いますのも、公職選挙法にはですね、禁錮以上の実刑となれば失職するとの規定があるんですけれども、はい、これあの仮にあの執行猶予がつけば失職を逃れることができるそうで、まあ、リコールもですね、当選1年以内の議員は対象外なので、そうですか、はい、あの執行猶予がつけば、辞めずに済むという考えらしいんですよね。はい、まあ、でも塩見さんの今 の、 そのお話聞いてるとですね、その自分が都民から選ばれた議員だという自覚あるのかなって感じもするんですけど、はい、デイリー新潮の記事のタイトルには、木下都議を辞めさせるたった一つの方法と出てます。塩見さん、これどういう方法が考えられるんですか。はい、あのそれはですね、一度あの都議会全員の総意のもと議会をまあ解散することしかないというんですね。あの自民党の川松信一郎都議があのご自身 の、 あの YouTube の番組でまあ語ってるんですけれども、川松都議のところにはまあ有権者からふざけるなと、木下富美子議員を辞職させることができないんだったらお前も辞めちまえという声が相当届いているそうで、はい、川松都議はまあ僕もできるのだったら本当にこう、議会全員の総意のもとに議会を解散してもう一度選挙をやり直したいと怒りをあらわにしておりました。そうですか。いや、川松都議からしてみればとんだとばっちりみたいな感じなんですけど ね、 ね。いや、でもとはいうものの解散そして選挙もかなりこれまた税金かかるでしょうし、お金かかりますからね。ですよね。一人の都議の問題で解散で、これおそらく都議って127人ぐらいいるかと記憶してるんですけど、はい、それまた選び直すっていうのもなんか違う感じもしますものね。はい、デイリー新潮にはこのほかにもさまざまな記事が掲載されています。ぜひご覧になってください。今朝は新潮社のニュースサイトデイリー新潮の編集長塩見浩さんにお話を聞きました。塩見さん、ありがとうございました。ありがとうございました。